さあ今日もやっていきましょう。ワンショット。次回は解決編。うわー、これも楽しみ。ワクワク。早速怒られちゃいました。さあやっていきましょう。戻ったよ。みんな気づいてないのかな？これを見てるのはミーだけ？毎回なんて言ったらその意味深なのが怖いっすよね。で、もうその勢いでやるしかないと思ったので、とりあえずそのロケットランチャー娘からロケットランチャーあそこにあるよっていうふうに教えてもらったので、一旦その1個のヒントを頼りに進んでいこうと思います。ということで、今進んでいるところが果たして合っているのか、それとも私は騙されているのか。ちなみに私は2回詐欺に遭ったことがあります。まあそんなことはどうでもよくって、これか、開封せずに、ちょっと待って、ちょっと待って、開封せずに、容器、液状蛍光体を容器に注入する。で、注入した、激しく振ってよ、じゃあ、違うわ。容器に注入してないよね。できるだけ速やかに使用すること。物質が分離しないようにさらに振る必要がある。この手順を終えた後、必ず手を保護すること。以上の方法ですね。3は一般的なか、神様がいてくれてありがとう。俺のことかな？え？俺のことじゃないの？足りない？足りないだって。じゃあもう、あれだよね。一言で言うなら、ゲームオーバーっていう風に言ったら、やっぱりね、あれみたいで、ね、またストーキングやろうみたいな。それはいいとして、やっぱりゲームオーバーとかメイクチョイスって言ったら、あのゲームじゃなくて映画でございますわよね。トゥルルン、トゥルルン、トゥルルルルン、トゥルルン。あれだよね。BGM が流れているところにさらに BGM を重ねたらわけわからなくなりますね。パフン。まあいいや、それはまたさ、自分で効果を入れるほどもうなんか痛いのはないっすよね。あ、ちょちょ、こっちじゃない。もうちょっとしたんだかな。まだヒント見足りないってこと？ヒント見足りないらしいでございますよね。とりあえずでも、こいつに、スポンジ、組み合わせる。ちょちょちょ。お、この池ちょっとね、まるでゼリー、ダメ。これをボトルに、入れて入れて。とってもミーがトマトちゃう、とっても、大惨事になったんだから。赤ちゃんの世話するな。とにかく上語か何かを探した。上語って何？大悟の仲間みたいな。え？ノリと同じ濃度。これじゃでも足りないんでしょ？ちちちちち、飛ばないよ飛ばないよ。え？リビングマン。入れるみたいな。あ、もう入れられないの。え、で、ちょっと待って、これはどうしたらいいの。これじゃでもダメなんでしょ。これじゃなんかね、え、あ、は、ヒントはどこにあるんや。さっきの工場か。で、ページが破り捨てられてたってんだよね。でね、どうでもいい話なんだけどね、後ろでヒントをね、ロケットランチャーでぶっ放してくる人がいるんですけどね、BGM と自分の声がでかすぎて、全く何言ってるのかわかんないから、とりあえずもう勘と度胸と経験でやるしかない。経験なかったわ。助けて、ドラえもん。でも俺はどっちかって言ってブリブリザイモンの方が助けられたい。お前はなんだ。ガスのあれだ。直数だよ。終わり。はあ。ダメだ。謎解きゲームは性に合わない。アクションがやりたい。ちょっともう一回。開封せずに、開封せずに、でも開封しちゃってるもんね。激しく振って反応を呼び起こす。空を飛ぶを使って、
わしゃしゃしゃ、わしゃしゃしゃするってことですね。手を保護すること以上の方法で。え、ちょっと待って、これさ、だからこれを、え、なになに？組み合わせられない？必要になったらつけるね。おお、え？バールで割らない、奇妙な日記で吸わない。はあ、わけわかんなくなってきた。分かった、もうあれだ、最初の工場のあのプレスキーこれをめっちゃ激しくて、ずっと激しくれてやろう。頭がパニックになってきた。とりあえず、工場に行きまして、もう一枚紙がある、もう一枚紙がある。あった、お前か。ん、簡単なレシピ、酸性ガス。よく換気された場所でガスを好みの容器に誘導する、即座に密封する。そのガスをどこでって、これ、これか。あ、でもどうせならあれだよね、ここでやっちゃうとあのまた振らなくちゃいけないってやつだから、これをあのあれで、あの小木ロボット、あのカーボイボーイか、カーボイボーイ、コギちゃん、あのコギコギちゃん、あのやばい。今のところピー使いたい、マジで。いや、あの彼に近いところでやらないと、なんかその戻っちゃってまた激しく振らなくちゃいけない。激しくコギコギはやばいな。皆さんダメですよ、そんなこと言っちゃ。だから、あ、そうそう、この辺りくらいでそのやっていく方がいいんじゃない？上まで届かないよ。は？ってことはこれ、あの何？ちょっと小さいやつ見つけなきゃダメっていうこと？マジかよ、お前。だからビッチって言われるんで、ベンチャーにやろうめ。だからイライラしちゃダメだ。イライラしちゃダメだよ。イライラしちゃいけない。ないね。
そういえば皆さん半沢直樹って見たこと、あったこうなんかこう何かを話し始めようとするときに何かがこう進んじゃうよね。僕話したですね、さあのハウステンボスの話しかり、今回のその半沢直樹の話しかりして、よしそしたら瓶を逆さまにしてスポンすると、はいこの通り池から取ってきた水がなくなっちゃった。で、なくなって、で、あそこから組まずに、で、また入れるわけですわ。で、入れて、で、それ、で、つまり、これ、あれでしょ、これと、これ、お医者さんになったみたい。あ、あと振った方がいいよね。色が変わった。酸の入った。よし。よし！オッケー。で、この酸を、顔にかけると、そしたらうんぎゃーってなっちゃうから、ロボットにかけてあげよう。ゴシゴシするもの組み合わせろと。手袋があってよかった。ほい、うまくいくといいけど。で、濡れたスポンジ、ほい、よし、そして他に選択肢がありません。そやね、動けないもんね。はい、進めて。どう動くことができました。感謝します。あと、これでまた役割を果たすことができます。どこに行きたいですか？とりあえずゲーム終了画面まで計算中。塔に最も近い目的地は港番号ハイフン内蔵ナビゲーション回路がショーしました。それって多分良くないことだよね。全く良くありません。またしても私はプログラムに従うことができなくなりました。何かミームできることあるかな。アワイが発生した場合は主任技術者にご覧楽ください。彼女の対処方法を知っています。主任技術者って最初に出てきた預言者だったかな。ってことはトラベル、これだったっけ？伝承記帳。はい、ほいほい。はい、うん、どうぞ何でも聞いてください。はい。あれ？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 あ、俺はバカか。こいつには、こいつには性別がないんだ。こいつには性別がしない。彼女と呼ばれる存在はもう、彼女と呼ばれる存在は彼女しかいないじゃないですか。何を言ってんだね、バカタレが。本当にもう。ただいま。どれ連れてくる？ちょっともうね、お姉さんと話すように言われて分かった。その問題って、ナビゲーション回路がショートしたとか言ってたら、ナビゲーション回路だけそうみたい。ミーとブルーホースで他のところ直したと思う。ふむ。使えそうなものならあるわ。ホギロボットには発生源から物質の位置を特定する能力が備わっている。ホギロボットにこれを渡したらバックアップ追跡。コギロボットでいいんだよ。あ、じゃあコギボットだ。勝手にロが入ってた。なんかクスクス笑われる名前かいと思ったらボットだったね。はあ、あー、今回のサムネ決定。クローバー四つ葉じゃないのか。どうやって作ったの？見つけた。琥珀よ。琥珀の中に入ってるのは何？黒いクローバーのこと。この世界では一般的な植物。黒いクローバーは一般的ではないだけどな。気にしないで。私の思いよりもあなたの使命の方が大事。ほら、ありがとう。急に音楽が。チェスの遊び方してる。うん。多分ミーより年上る。じゃあ私を遊んでくれる？ディザーマルールームでも任せて。え？は？ひ？ふへほー。お姉さんもさっき言ってた、それがどんな感じなのか時々分からなくなるのは知ってる。ここにいるロボットとはほとんど制御が制御化されてない。制御化？危ないわよ。ショッパー、制御化は複雑なの？そうなの？どういう風に複雑なの？またビショップが一つ。制御されたロボットが何なのかを説明するのは難しい。でも私はそのうちの一人。他の制御されたロボットは全て別の地域に移された。具体的な場所はわからない。そうなの？ミーの小さなおまさんがないとよ。そう。そうだ！他の地域には行ったことある？ここ以外に二つあるって聞いたんだ。昔
昔にね、まだ残っているはその時のデータも座標もそれに、彼女って言われてるけど、実はボットだったっていうオチなんですね。そのオチのどれくらいが今でも存在しているかわからない。今は全然違う世界になってるかもしれない。太陽がなくなったから、いいえ。もうこの話はしたでしょ。太陽はきっとこの世界を救えない。崩壊は太陽が消える前から始まっていたの。太陽が突然死んだのはその転換点に過ぎない。その後急速に状況が悪化していっただけ。じゃあ、ミーにできることは何もないの？チェック。メイト。そんな、いつの間にクイーンがそのところに、あなたにできるのは旅を終わらせることだけ。ある意味、あなたは人々にとって第二のチャンスでしかないの。不毛の地が私にとって第二のチャンスでしかなかったのと同じ。うまくいくという保証はない。でも、チェックメイト。さて、長い日させてしまったわね。話を聞いてくれてありがとう。無事に帰れると言えばね。うん、ありがとう。なんだ、マジでチェスさせられるのかと思ってびっくりした。よかったよかった。行きなさい。不毛の地に留まる意味はないわ。これがあれば、とりあえずこれを持って、で、こうして、鳩場だっけ？違うね。あ、でも、ここの上登ってったらいいというところで。まあ、ちょっと時間も20分近くなってきたので、時が行き過ぎた、逆だったわ。やつのお昼寝場だったね、あのやつ。で、ちょっとこの辺りで、区切りもいいというところなので、この先一体何が待ち受けているのかっていうことを次回の動画でですね、皆さんと共に見ていきたいと思います。ということで、皆さん、イライラしちゃダメな動画でしたが、イライラした私の実況いかがだったでしょうかね。人に警告しておきながら、お前はするんかいっていう感じだったんですけど、まあ、そんなことはいいとして、最後まで動画をご視聴いただきまして、本当にありがとうございました。また次回の動画でもやっていきましょう。ちょっとペース考えなくちゃいけないですけどね。頑張ります。応援よろしくお願いします。ということで、お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。イエーイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。